野村悟は日本のヤクザ、特定危険指定暴力団五代目工藤会総裁1946年11月福岡県小倉市で裕福な農家に六人兄弟の末っ子として出生父は大地主であり団地や企業に社宅用地として土地を売って多額の利益を得ていた野村は売却が決まった工藤会本部のあたりはかつてほとんど 父が所有していた土地だと述べている。子供の頃から悪ガキたちを集めては悪さを繰り返し、10代の頃から飛ばに出入りした。中学時代から自動車泥棒などの犯罪を重ね、少年院で過ごしたこともある。中学当時は素ででの喧嘩が苦手で、常に木刀を持ち歩いていた。少年院に放り込まれていたため中学校の卒業式には出られなかった。20歳代で、 工藤会計田中組組員の射程になる。親分は木村聖順で、その親分は田中慎太郎だった。野村は田中を尊敬していたが、田中は1979年12月、当時対立関係にあった草の一家三家の国政会の組員によって射殺されている。当時、野村は別件で服役しており、獄中で田中の不法を聞いて激怒し、 国中にいた草野一家の組員たちに暴力を振るっている。1980年頃から小倉北区の繁華街の元寿司店や自宅で賭場を会長し、暴力団関係者のほか、金融、不動産業者や近隣の地方議員たちを集め、サイコロ賭博で一晩最高2億円の利益を得ていた。一方、工藤会草野一家の両者は、 田中の死をきっかけに対立を深め、抗争事件を勃発させていたが、1981年2月4日には、双方の参加組織の幹部が、小倉北区境町の路上で鉢合わせしてしまい、廃閣民たちによる銃撃戦に巻き込まれた末に二人とも死亡する事件が発生。これをきっかけに、工藤会側は半山口組系組織の幹部を、草野一家側は、 山口組系の幹部をそれぞれ小倉に集め、全面戦争に入ろうとしたが、関東の大親分による仲裁によって和解した。1986年、野村は内紛をめぐる活躍や、資金集めの実績を評価され、田中組の三代目組長となり、工藤連合の直参に昇格する。翌1987年には、工藤会と草野一家が合併して、 九州最大の暴力団組織である、初代、工藤連合、草の一家が発足し、野村はその本部長となった。1988年には、母の死去に伴い、約7億円の遺産を相続した。1990年には、田上文夫を田中組若頭に抜擢し、自身も、工藤連合、草の一家の若頭となる。その後、しのぎでは不動産売買で、 数千万から億単位の収入を得ていた。1991年9月26日には、北九州市や行橋市で、同年7月から発生した5件の拳銃発砲事件を捜査していた福岡県警察の捜査本部により、賭博外調釣りと上州賭博の容疑で逮捕される。福岡県警は、同年7月23日、工藤連合総長の溝川を暴力行為で、 逮捕しており、二代目駆動連合、草の一家のナンバー2だった野村を逮捕することにより、駆動連合の壊滅と一連の発砲事件の組織的背景解明を目指したが、野村は容疑を否認。小倉北警察署から福岡地検小倉支部に送検されたものの、結局は処分保留で釈放された。潤沢な資金を背景に勢力を拡大し続け、1999年には三代目。 工藤会理事長に就任。そして2000年には、工藤会の4代目を継承した。同年頃、溝かの意向では口から手を引いたが、約20年間で約10億円が残り、その一部は有志に回していた。2011年7月、5代目工藤会が発足し、同会の総裁に就任。会長には田植えが就任した。2014年9月11日、殺人及び、 重刀法違反の容疑で福岡県警に逮捕される。以後、2021年現在まで拘留されている。2014年9月11日、北九州元漁協組合長射殺事件の犯行を参加組織の組長らに指示したとして、殺人、重刀法違反の容疑で福岡県警に逮捕される。それ以降、以下の容疑でも再逮捕された。 これらの容疑で、計六回、福岡地方検察庁から、福岡地方裁判所へ起訴された。四件の市民襲撃事件で、会長の田上文夫と共に、殺人罪、組織犯罪処罰法違反、重刀法違反の罪に問われたが、2019年10月23日に、福岡地裁で開かれた初公判では、四つの事件すべてについて、無罪を主張した。それ以降、 後半は2021年3月の決心まで計62回にわたって開かれた。なお逮捕後、野村と田上は弁護人以外との接見を禁止されていたが、2020年9月に第一審の証拠調べが終わったことで、接見禁止を解除され、工藤会関係者や暴力団幹部と相次いで接見していた。千二十一年一月十四日に開かれた論告休憩後半で、 検察官から死刑を求刑された。死刑判決2021年8月24日、福岡地裁第3刑事部で開かれた判決公判で、野村は4つの事件をいずれも死亡したと認定され、休刑通り死刑判決を言い渡された。日本の刑事裁判史上、指定暴力団の最高幹部への死刑求刑、死刑判決は初の事例となる。4事件とも、野村や田植えが、 事件に関与したことを示す直接証拠はなかったが、福岡地裁は二人が組織内で絶対的な立場にあったことを重視し、検察側の大半の立証を認定。工藤会は野村を、頂点、田上をナンバーニットする厳格な序列があり、上位化立つの厳格な組織であった。組員が野村や田上からの承諾なしに、独断で事件を起こすことはありえない。 4件とも、野村には漁協が絡む利権への重大な関心など、動機となり得る事情があったとして、工藤会の重要な決定は、最終的に野村の意思で行われていたと推認するのが合理的と判断した。また、最高裁が示した、死刑適用基準、長山基準は、犯行の動機や計画性、殺害された被害者の数などを考慮し、 やむを得ない場合に死刑が許されるというものだが、量刑選択にあたっては特に、殺害された被害者数を重視し、被害者が一人で事件に計画性がない場合は、死刑を回避する傾向にある。しかし、福岡地裁は4件のうち、唯一の殺人事件である元漁協組合長、射殺事件について、暴力団組織が利権獲得を目的に、 計画的に一般市民を殺害した点や、工藤会の暴力性及び反社会性を重視し、身の代金目的の誘拐殺人や保険金殺人より、はるかに厳しい非難が妥当と判事した。その上で、他の3事件も合わせて考慮し、組織犯罪としての重大性、悪質性が一層顕著で、極刑選択の必然性がより高まると結論付けた。 野村は同判決を不服として翌25日付で福岡高等裁判所へ控訴した。発言福岡地裁で死刑判決を言い渡された際、野村は足立つ裁判長に対し、生涯後悔するぞと脅迫とも取れる発言をしている。この発言を受け福岡県警は司法関係者に危害が及ぶ恐れがあるとして警護を強化しているが、 野村は弁護人に対し、この発言について、脅しや報復の意図ではない。言葉が切り取られていると釈明している。一方、福岡地検は2021年8月27日付で、野村と田上について、接見禁止を請求。福岡地裁は二人について、弁護人以外との接見禁止を決定した。接見禁止処分は、 被告人が被害者や証人に圧力をかけ、在庄隠滅を図る恐れがある場合に、認められているが、共同通信社はその理由を、捜査関係者によれば、福岡地裁は、野村の裁判長に対する発言を踏まえ、野村が組員らを通じ、関係者を脅迫するなどして、証拠隠滅を図る恐れがあると判断したようだと、報じている。この接見禁止処分は9月21日付で、 解除された。野村は上納金をめぐり、約3億2000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われ、2018年7月18日に、福岡地裁から懲役3年、罰金8000万円の有罪判決を受けた。野村は、判決を不服として、翌7月19日に、福岡高裁へ控訴したが、2020年2月4日に、 福岡高裁から控訴を棄却する判決を受けた。同年2月14日に上告したが、2021年2月16日付で、最高裁判所第3小法廷から上告を棄却する決定を出されたため、懲役3年、罰金8000万円の有罪判決が確定している。罰金8000万円は2021年4月、関係者を名乗る人物が、 検察庁を訪ね現金で納付した。また、野村は判決確定後、頭を丸刈りにして、刑務作業に従事した。ありがとうございます。